ナノメディシンはナノテクノロジーの医学的応用である。ナノメディシンはナノマテリアルや生体デバイスの医療用途からナノ電子バイオセンサー。さらには将来的には生体分子機械などの分子ナノテクノロジーの応用にまで及んでいる。現在のナノメディシンの課題はナノスケールの材料の毒性や環境への影響を理解することにある。ナノマテリアルには生体分子や 構造物と相互作用させることで機能を付加することができる。ナノマテリアルのサイズは、ほとんどの生物学的分子や構造体のサイズに似ているため、ナノマテリアルは、生体内及び、試験管内の生物医学研究及び応用の両方に有用である。これまでのところ、ナノマテリアルと生物学の融合は、診断装置、造影剤、分析ツール、理学療法アプリケーション、 ドラッグデリバリービークルの開発につながっている。ナノメディシンは近い将来、役立つ研究ツールと臨床的に有用なデバイスの一式を提供することを目指している。米国においては国家ナノテクノロジーイニシアティブで高度なドラッグデリバリーシステム、新しい治療法、インビボイメージングなど製薬業界における新たな商業的応用を期待している。ナノメディシン研究は 米国国立衛生研究所の共通基金プログラムから資金援助を受けて4つのナノメディシン開発センターをサポートしている。ナノメディシンの売上高は2015年に160億ドルに達し、ナノテクノロジー研究開発に毎年最低38億ドルが投資されている。新興ナノテクノロジーへの世界的な資金提供はここ数年で年率45%増加し、 2013年の製品売上高は1兆ドルを超えた。ナノメディシン産業が成長を続ける中で、経済に大きな影響を与えることが期待されている。ナノ粒子、リポソーム、デンドリマーはナノメディシンで使用するために研究されているナノマテリアルである。ナノテクノロジーはナノ粒子を用いて特定の細胞に薬物を送達する可能性を提供してきた。 活性薬物を病的領域のみに必要以上に高容量で投与せずに沈着させることで全体的な薬物消費量や副作用を大幅に低下することができる。標的化ドラッグデリバリーは薬物の副作用を減少させ、それに伴って消費量及び治療費を減少させることを目的としている。ドラッグデリバリーは 体内の特定の場所と一定期間の両方でバイオアベイラビリティを最大化することに焦点を当てている。これはナノエンジニアリングデバイスによる分子標的化によって達成される可能性がある。医療技術にナノスケールのデバイスを使用する利点は、より小型のデバイスは侵周性が低く体内に埋め込むことができ、生科学的な反応時間がはるかに短いことである。 これらのデバイスは一般的なドラッグデリバリーよりも高速、かつ高感度である。ナノメディシンによるドラッグデリバリーの有効性は主に A 薬物の効率的なカプセル化 B 体内の標的部位へ薬物の送達を達成 C 薬物の放出の成功次の点に基づいている。ドラッグデリバリーシステムである脂質またはポリマーベースのナノ粒子は 薬物の薬物動態及び生体内分布を改善するように設計することができる。ただし、ナノメディシンの薬物動態及び薬理器学は患者によって大きく異なる。ナノ粒子は体の防御機構を回避するように設計されている場合、ドラッグデリバリーを改善するために用いられる有益な特性を備えている。細胞膜を通過して、 細胞の細胞質に薬物を取り込む能力など複雑なドラッグデリバリー機構が開発されている。トリガー反応は薬物分子をより効率的に使用するための一つの方法である。薬物は体内に置かれ特定のシグナルに遭遇した時にのみ活性化する。例えば、妖怪性の低い薬物は浸水性と疎水性の両方の環境が存在する。 ドラッグデリバリーシステムに置き換えられて、溶解性が向上する。ドラッグデリバリーシステムはまた、制御された薬物放出を介して、組織の損傷を防止することができ、薬物クリアランス率を低減、または分布量を低下させ、批評的組織への影響を低減できる。しかしながら、これらのナノ粒子の生体内分布は、ナノサイズおよびマイクロサイズの材料に対する宿主の 反応が複雑で、体内の特定の器官を標的とすることが困難であるため、依然として不完全である。それにもかかわらず、ナノ粒子システムの可能性と限界を最適化し、よりよく理解するために、多くの研究が進行中である。研究の進歩により、ナノ粒子によって標的化及び分布の増強が可能であることが証明される一方で、ナノ毒性の危険性は、 その医療用途をさらに理解する上で重要な次のステップとなる。ナノ粒子の毒性はサイズ、形状及び材料によって異なる。これらの要因はまた発生する可能性のある蓄積や増器の損傷に影響を及ぼす。ナノ粒子は長持ちするように作られているが分解や排泄ができないため、臓器、具体的には肝臓や脾臓に捕捉されてしまう。 このような非成分解性物質の蓄積はマウスで臓器障害や炎症を引き起こすことが観察されている。ナノ粒子には抗生物質体制を低減させる可能性や様々な抗菌薬としての利用が期待され研究が進められている。また、ナノ粒子は多剤体制機構を回避するために用いられる可能性がある。脂質ナノテクノロジーの進歩は医療用ナノデバイスや 新規ドラッグデリバリーシステムのエンジニアリング及びセンシングアプリケーションの開発に大きく貢献した。予備研究中のもう一つのマイクロ RNA デリバリーシステムは、二つの異なるマイクロ RNA の自己組織化によって形成されたナノ粒子による癌の抑制である。可能性のあるもう一つの応用は、癌治療のための薬物やセンサーを積極的に 放出するために研究されているナノ電気機械システムのような小型の電気機械系システムに基づくものである。市販されている、または一臨床試験中のナノテクノロジーベースの薬剤には以下のようなものがある。2018年現在、既存及び潜在的な薬物ナノキャリアは予備研究中である。ナノ粒子は表面積と体積の比率が高いため、 特定の主要細胞を探して結合できるナノ粒子に可能性のある治療薬として肝脳元を付着させることが可能になる。さらに、ナノ粒子の小さいサイズは防災血管透過性を高め、リンパ液の排出が減少するため、主要部位に優先的に蓄積することができる。ナノ粒子で解決できる典型的な化学療法の制限には、薬剤耐性、選択性の欠如、 および溶解性の欠如などがある。インビボイメージングもまた、ツールやデバイスが開発されている一分野である。ナノ粒子造影剤を使用すると、超音波や MRI などの画像の分布が良好になり、コントラストが向上する。心臓血管イメージングでは、ナノ粒子は、血液貯留、拒血、血管申請、アテローム性動脈硬化、および炎症が存在する。 局所領域の可視化を促進する可能性がある。ナノ粒子の小さいサイズは、腫瘍学、特にイメージングで非常に役立つ特性がある。量子ドットを MRI と組み合わせて使用すると、腫瘍部位の優れた画像を得ることができる。セレンカカドミウムのナノ粒子は、紫外線を照射すると光り、これを注入すると眼性腫瘍に浸透する。外界は光っている腫瘍を見ることができ。 それをより正確な主要適質のガイドとして使用できる。これらのナノ粒子は有機色素よりもはるかに明るく、霊気に必要な光源は一つだけである。これの意味することは、蛍光量子ドットを使用すると造影剤として使用されている今日の有機色素よりも、コントラストの高い画像を低コストで生成できることである。しかし欠点は、量子ドットは通常、 非常に有毒な元素でできていることであるが、この懸念は、蛍光銅パントを使用することで対処できるかもしれない。運動を追跡することで、薬物がどの程度うまく分配しているか、あるいは物質がどのように代謝されているかを判断するのに役立つ。体全体の細胞の小さなグループを追跡するのは難しいので、科学者たちは細胞を染色していた。これらの染料は、 発酵するために特定の波長の光で冷気される必要があった。異なる、色の染料は異なる、周波数の光を吸収するため、細胞と同じくらい多くの光源が必要であった。この問題を回避する方法として発光タグがある。このタグは細胞膜を貫通する、タンパク質に付着した量子ドットである。このドットの大きさはランダムにでき、生体不活性材料で作ることができ、 色がサイズに依存するというナノスケールの特性を示している。その結果、量子ドットのグループを傾向させるために用いる。光の周波数が別のグループを光り輝かせるために必要な周波数の偶数倍になるようにサイズが選択される。そうすることで、一つの光源で両方のグループを発光させることができる。また、ナノ粒子を体の幹部に挿入して、 幹部が光って、使用の成長や縮小、臓器の問題を示すようにする方法も発見した。ナノテクノロジーオンチップは、ラボオンチップ技術のもう一つの次元である。適切な抗体に結合した次性ナノ粒子は、特定の分子、構造、または微生物を標識するために使用される。特に、シリカナノ粒子は鉱物理学的観点からは、不活性であり、ナノ粒子シェル内に、 多数の色素を蓄積する可能性がある。DNA の短いセグメントでタグ付けされた金ナノ粒子はサンプル中の遺伝子配列の検出に使用できる。生物学的圧生のための多色光学コーディングは異なるサイズの量子ドットを構文しマイクロビーズに埋め込むことによって実現されている。 拡散を分析のためのナノポア技術はヌクレオチドの配列を直接電子署名に変換する。数千本のナノワイヤーを内蔵したセンサーテストチップは癌細胞が残したタンパク質やその他のバイオマーカーを検出できるため患者の血液の数滴から早期の癌の検出と診断ができる可能性がある。ナノテクノロジーは手術に使用される 関節鏡の使用を促進しているため、下界は小切開で手術を行うことができる。切開部が小さいほど治癒時間が早くなり患者のためにもなる。また、関節鏡を一本の髪の毛よりも小さくする方法を見つけるのにも役立っている。ナノエレクトロニクスに基づく眼診断の研究は薬局で実施できる検査につながる可能性がある。結果は非常に正確で、 製品は安価であることが約束されている。ごく少量の血液を採取し、約5分で体内のあらゆる場所の癌を検出することができ、感度は従来の実験室での検査の専売にもなると言われている。これらのデバイスは、癌タンパク質を検出するためにナノワイヤーで構築され、核、ナノワイヤー検出器は異なるンマーカーに敏感に反応するように準備されている。 ナノワイヤー検出器の最大の利点は、検査装置に追加の費用なしで10から100の同様の病状を検査できることである。ナノテクノロジーはまた、癌の検出、診断、治療のための腫瘍額を個人化するのにも役立っている。一人一人の腫瘍に合わせて、より良い性能を発揮できるようになった。それらは、癌に侵されている。 体の特定の部分を標的にする方法で見出された。透析治療が溶質のサイズに関連した拡散と半透膜を介した流体の限外ろ過の原理で機能するとは対照的にナノ粒子を使用した浄化は特定の物質の標的化が可能である。さらに一般的には透析できないより大きな化合物を除去することができる。生成プロセスは強じ性または 超常時性の特性を持つ、官能化酸化鉄、または炭素被覆された金属ナノ粒子に基づいている。タンパク質、構成物質、または合成リガンドなどの結合剤は、粒子表面に共有結合している。これらの結合剤は、凝集体を形成する、標的紙と相互作用することができる。外部事情勾配を加えることで、ナノ粒子に力を加えることができる。 したがって粒子をバルク流体から分離することができ、それによって汚染物質から粒子を洗浄することができる。肝のお金の磁生体は、その小さなサイズと大きな表面積は血液の浄化のために臨床的に使用される技術であり、表面吸着に基づく血液管流と比較して有利な特性が得られる。これらの利点は高負荷で結合剤にアクセスできること、 標的化合物への高い選択性、早い拡散、小さな流体力学的抵抗、及び低用量である。ナノテクノロジーは、組織工学の一部として使用され、適切なナノ材料ベースの足場と成長因子を使用して、損傷した組織を複製、修復、または再形成するのに役立つ。組織工学が成功すれば、臓器移植や人工インプラントなどの従来の、 治療法にとって変わる可能性がある。グラフェン、カーボンナノチューブ、二硫化モリブデン、二硫化タングステンなどのナノ粒子は骨組織工学アプリケーション用の機械的に強い生分解性ポリマーナノ複合材料を作成するための補強材として使用されている。これらのナノ粒子を低濃度で高分子マトリックスに添加するとポリマーナノ複合材料の圧縮及び 曲げ機械的特性が大幅に改善される。潜在的にこれらのナノ複合材料は骨インプラントとしての新規で機械的に強い軽量の複合体として使用される可能性がある。例えば食肉溶接機で赤外線レーザーで活性化された金コーティングされたナノシェルの剣濁液を用いて2枚の鶏肉を1枚に融合することが実証された。これは 手術中に動脈を溶接するために使用することができる。もう一つの例は、ナノ腎臓学であり、腎臓に対するナノメディシンの利用である。神経電子インターフェースは、コンピュータを神経系に接続してリンクできるようにする、ナノデバイスの構築を扱う先見の民のある目標である。このアイデアには、外部コンピュータによる神経インパルスの制御と検出を可能にする。 分子構造の構築が必要である。補給可能な戦略は、エネルギーが連続的、または周期的に外部の音波、化学、テザリング、磁気、または生物学的な電源で補給されることを意味する。一方、補給不可能な戦略は、すべての電力が内部のエネルギー貯蔵から引き出され、すべてのエネルギーが排出されると停止することを意味する。 人間の血液やスイカなどの生体液からのブドウ糖を利用した電源内蔵型のナノデバイス用のナノスケール高素バイオ燃料電池が開発されている。この技術革新の一つの限界は電力消費による電気的な干渉や漏れ、加熱が起こり得るという事実である。構造物の配線は神経系内に正確に配置しなければならないため非常に困難である。 また、インターフェースを提供する構造物は体の免疫システムとの適合性も必要である。分子ナノテクノロジーは分子アセンブラのエンジニアリングの可能性に関するナノテクノロジーの推測上のア領域である。ナノメディシンでは体内に導入されたこれらのナノロボットを利用して損傷や感染症を修復または検出する。分子ナノテクノロジーは 非常に理論的であり、ナノテクノロジーが生み出す発明を予測し、将来の研究課題を提案しようとするものである。分子アセンブラやナノロボットなど、分子ナノテクノロジーの提案された要素は、現在の能力をはるかに超えている。ナノメディシンにおける将来の進歩は、老化の原因と考えられている多くのプロセスの修復を通じて、生命の寿命を伸ばすことにつながる。 可能性がある。ナノテクノロジーの創始者の一人であるケイリック・ドレックスラーは1986年の著書、創造する機械中で細胞内で動作するものやまだ架空の分子機械を利用したものを含む細胞修復機械を想定した。1999年にロバート・フライタスによる医療用ナノロボットに関する最初の技術的議論が登場した。 未来派でトランスヒューマニストでもあるレイモンド・カーツワイルは彼の著書シンギュラリティは近いの中で高度な医療用ナノロボティクスが2030年までに老化の影響を完全に治療できると信じていると述べている。リチャード・ファインマンによるとファインマンの理論的なマイクロマシンの医学的使用のアイデアを最初に彼に提案したのは彼の元大学院生であり共同研究者の アルバート・ヒップスであった。ヒップスは特定の修理機械は理論的には意思を飲み込むことができるようになるまでいつかサイズが縮小されるかもしれないと示唆した。このアイデアはファインマンの1959年のエッセイゼアーズ・プレンティオブ・ルーム・アット・ザ・ボトムに取り込まれた。ありがとうございます。